漢の時代の中国、古史とある。古史は、現在の中国福建省に存在した政権。戦国時代に素愛によって滅ぼされた越人がこの地に逃れ、現地の百越族と共同して樹立した。存在期間は、紀元前333年から紀元前110年頃とされる。特に紀元前202年前後の半世紀は、国力が充実し、 当時の中国東南部最大の国家勢力となった。越王沼羅が城村に築いた王城は、この地域最大の都市となった。春秋時代後期から戦国時代前期にかけて、後戦により復興され、海景に存在した古紙であるが、紀元前334年に後戦7世紀の孫、六吉が外の戦いに敗れて殺害され、ここに古紙は滅亡した。古紙の王族は、 回路中に入り、古市の国人も古市千山に至った。このようにして越人が、福建北部に定住し、当地の原住民である百越族と融合、やがて古市を建国することとなった。王宮後期限前221年、旗が中国を統一すると、中に対して派兵し、翌年には越人の活動地域に中軍を設置した。当時の新潮は、 中は中原から遠く離れたアラブ区の地と認識し、また、地地も険しく、越人も共感であり、統治は困難との認識を有していた。そのため真の四十軍の一つとして、中軍を設置したが、その統治方法は他の軍とは異なったものであった。新末に守る条例長を派遣したが、越王の王位を除き、軍長の名義を与え、 従来通りの統治を行わせるに止まり、実質的な統治力が及ぶものではなかった。しかし古史への影響力を強めたい旗は、越人を大量に現在の石膏省北部や暗記省、厚生省へと移民させ、また、中原の犯罪者を中心に移民を進め、その融合を図った。紀元前209年、沈省五郷の乱が発生すると、 それまで真の影響力を有していた各地に影響を与えた。越王無モロは兵を率いて中より北上し、中原の農民反乱に加勢、慎重に打撃を与えている。紀元前206年に旗が滅亡して疎漢戦争が始まると、無モロは再度中原に北上し、流邦を支援して、降雨を撃破、艦長の創建に貢献している。紀元前202年、 館長は、ムモロの支援に感謝して、越王に封じ、中の統治を認めた。ムモロは、戦友一体を、その影響下に置いた。またこの年、ムモロは、越王城の再建に着手している。越王城は、面積約48万平方メートル、4つの城門を有していた。東西城門館には、丸石で舗装された10メートル幅の大通りが、整備され、 通りの北側には2万平方メートルの宮殿区が設けられた。当時の古紙は東南一帯の最大勢力であり、王城も現地最大の都市であったと考えられている。一世紀に及ぶ発展の中、越人は百越文化の風俗習慣、宗教、文化、芸術等を維持し、政治経済面では花夏文化の影響を受け、散乱たる古紙文化を創造していた。 無諸の死後、その子孫の間で内交が発生し、しばしば内戦に及んだ。そうした中でも、北方の東王、南方の南越を攻略し、百越庶民の復従のみならず、周辺諸国の長考をも実現し、全漢南方の一大勢力となっていた。越王予前の時期には、武帝の玉樹を刻印し、皇帝として、自立、反漢の兵を挙げた。この時期の官長は、 武帝の治性下で国力が充実していた時期であり、地方勢力の強大化に反対していた時期である。武帝は強度を攻略して、北方を安定させた後、数十万の兵を古史に派兵した。同時に、官庁は古史に対して政治工作を行い、一部勢力を官庁に基準させることに成功している。事前準備を整えた武帝は、紀元前110年、大軍をもって、 腰を、後賄の内地へ移すことを命じ、腰は滅亡した。ありがとうございます。